赤金ミュージアム探検隊隊長の山本清美です。赤金ミュージアムの魅力を発見していこうという番組でございます。今日からスタートです。よろしくお願いします。さて、記念すべき第1回目のゲストはアカデミュージアム運営グループの真鍋大地さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎回キーワードをもとにね、アカデミュージアムの魅力を、ご紹介いただくということなんですけれども、今回のキーワードなんでしょうか。今回はですね、アカガネンウィークというキーワードでお届けします。アカガネンウィークって何ってなりますよね。なんですか、はい、もうすぐねゴールデンウィークやってまいります、はい、ああ来ますよ、はい、10連休でしょ今回ね。そう、長いんですよね。長い、そんなゴールデンウィークにも赤金ミュージアムですね、はい、たくさんの催し物イベントが予定されております。はいはい、そちらをですね、金銀銅のね銅になぞらえて、で、こちらでは赤金ウィークと言うんですね。あ、ゴールデンウィークのことを、銅のね町だから赤金ウィークと呼ぼうじゃないか、そういうことでよかったですか。はい、あ、そうなんですね、はいはい、でどんなイベントがあるんですか。はい、説明させていただきましょう、はい、まずですね、皆さんご存知の榎木孝明さんが新居浜に帰ってきます。あら、またいらっしゃるんですね。そうなんです。どんなことがあるんでしょうか。はい、まず水彩画展、旅の不動機がですね、4月27日から、行われます、こちら入場無料となっております。はい、そしてですね、グッズのね、販売も実は行われる予定となっておりまして、4月20日から販売開始なんですけども、こちらのですね、先着順で整理券をお配りしておりまして、ミニトークショー&サイン会も4月30日に行われるということで、なるほど、整理券をゲットすれば参加できるということですね。さらに、そして榎木さんが出演された映画上映会もですね、行われる予定となっております。はい、はい、でまだまだあるんですよね。はい、まだまだありますよ。はい、続いてはこちら、牛の死というですね、人形劇なんですけれども、これが5月の2日木曜日に行われます。10時半からと1時からと15時半から3回公演が行われるんですけれども、各回なんと50席限定となっておりまして、またちょっぴり切ないお話となっておりますので、ぜひですね、小さいお子さんから大人まで楽しめる作品でございます。ぜひ、お越しください。前売り券は、現在販売中でございます。はい、そして、はい、そしてですね、5月4日にですね、なんと、ハローニュー新居浜 FM ですね、1周年を記念したイベントが行われます。もう1年経つんですね。そうなんです、はい、どんなイベントやるんですか。はい、1周年を記念しまして、メモヘスハートミュージックライブと銘打ちましてですね、屋外ステージで公開生放送、どなたの公開生放送なんですか。はい、こちらはですね、あの新居浜ゆかりのランクヘッドさん、そして、元姫金フルーツ館の、ね、3人が所属している、トライシグナルさん、公開生放送を行われます。はい、私芝生広場にはキッチンカーもねずらっと並んで、で大道芸人さんなんかもうろうろしてて、なんか楽しそうな一日なんですよね。そうなんです、もう盛りだくさんで一日中楽しめるイベントとなっております。で夕方からはホールでライブもあるんですよね。そうなんです、先ほどのね、ランクヘッドさんとトライシグナルさんがですね、ホールでですねライブも行います。そう、昨年はアコースティックライブだったけど、今年はもうフルメンバーで、ね、そうなんですよ、来てくださいますから、ランクヘッドも楽しみですよね、はい、ニューアルバムも引っ提げてのライブということなので、ぜひチケットはどうなんでしょうか。はい、チケットも販売中でございますので。まだある、はい、あ、まだありますよ、はいはい、ということなので、ぜひ赤金ウィーク、はい、ね、赤金ミュージアムにお越しいただきたいですね。はい、ぜひお越しください。はい、お願いします。お待ちしてます。このほか4月27日から5月6日まで夏休み公演、妖怪屋敷で妖怪ショー関連企画、芸術屋敷でお絵かきショー、そして4月29日赤金遊んでサイエンスショー、4月30日は災害復興支援ワークショップ、オリジナル缶バッジを作ろう、5月2日はトイピアノ、ビクトリアとトイピアノの世界、5月6日は現代阿波踊り&春風ポップコンサートなどなど、イベント盛りだくさんです。ということで今回は真鍋さんと一緒に赤金ウィークの魅力をお伝えしました。どうでしたか。いや、楽しかったですね楽しかったです、はい、また見てください。